はい、今日もですね、動画見ていてありがとうございます。今日はですね、精神的にですね、こうちょっとこう、こう浮き沈みが激しいとか、こう、まあ、仕事にね、こう追い詰められて、もう、ちょっと心がね、もうちょっとこうアップアップしてるよっていう方に、今日は僕なりの、この、ストレス解消法というか、そういうのをね、ちょっとこうお伝えしたいと思うんです。で、結構ですね、やっぱり僕は自分でこうヨガ教室とかこうやってると、やっぱりこう不安とか、どうすればいいんだろうとか。で、もうなんかこう精神的にこうちょっとこういっぱいいっぱいになったり、することって意外と多いんですよね。で、でも、例えばこう、介護の仕事とかこうしてる、介護とヨガの仕事をしてるんですけど、介護の人にのスタッフとかには、なんか精神的に安定してるねとか、してますよねとか言われたりするんですけど、実際はそんな、状況的にはちょっと結構きつい状況だったりするわけです。で、でもどうしてそういうふうに精神的にこう安定してるよとか、安定してますねとか言われるのかっていうと、そういうふうに自分をコントロールというか、こうストレス解消というか、そういうのにこう自己コントロールですね、方に持っていくようなことを随分ですね、こうしてるわけですよね。だから結構その精神的に安定してるように見える、見えるというか、そういうふうにしてるから、こうちょっとね、落ち着いて見えるというか、安定してる見えるっていうような話なんですけれど、そのためにですね、今日はね、どんなことをやってるかっていうのをね、ちょっとね、お伝えしたいと思います。で、ちょっとですね、こうヘトヘトに、もう心のエネルギーがね、もう何て言うんですか、もう毎日朝から晩まで仕事して、もうたまに休みはもうヘトヘトになってるとかいう方は、心のエネルギーをね、ちょっとこうがなくなってる状態だと思うんですけど、その時ですね、どんなことをやればいいかっていうと、まずですね、一つはこう自然にね、触れるということをね、こうやってもらいたいと思います。で、自然に触れるって言っても、山に行ってなんかこうするっていうのはちょっと都会じゃ無理だと思うんですね。だけど、例えば昼休みとかに、外で食事、公園で食事をするとか、なんかちょっと自然な、公園、木とかね、そういう公園とかのところで、こう広い公園とか、結構ありますよね、都内でも。新宿御苑の、ちょっとお金払えばちょっと出られるとか、ちょっとこう大きめの公園にちょっと足を伸ばして、支流でもし1時間あったとしたら、ちょっとなんかをお弁当でも持ってそこ行って、こう帰ってくるだけでもいいと思うんです。で、そういう自然にちょっと触れると、ちょっと気分転換にこうなったりする、心のエネルギーがね、こうちょっとこう精神的にちょっとこう落ち着いたりするっていうのは、まず一つこうやってみてください。で、もう一つはですね、朝ね、3分でも5分でもいいから、ちょっと目を閉じてこう瞑想するっていう習慣をちょっとこうつけてみる。朝5分だけでもいいです。で、それがなんかちょっとこう慣れてきたら、朝5分、夜寝る前5分とか、ちょっとこうやってもらって、10分、3分でも5分でもいいんです。1分だとちょっとね、短すぎると思うんで、やってみれば分かると思う。1分だと短いと思います。で、5分ぐらい、3分だとね、ちょっとあれかなと思うんですけど、5分ぐらい、ちょっと5分ぐらいから始めてみてください。朝だけでも、朝起きてちょっとこう仕事に行く前に5分ちょっとしてみるとか、をちょっとやってみるといいと思いますね。で、これを今ね、言った自然にちょっとこう触れてみる。僕だったら、公園というか、うち家にね、庭があるんで、そこへですね、ちょっと椅子に座って、ちょっと自然を眺めてみるとか、
ちょっと葉っぱを触ってみるとか、そういうことをこうちょっとしたりするんです。こうイライラしたりとか、ちょっとやっぱり不安定なことって一般で、仕事やってても切羽詰まってても、ああどうしようかなっていう時に、ちょっとこう庭に出て、でちょっとこうコーヒーでも入れて、でちょっとお茶をコーヒー飲みながら、ちょっとこう庭でぼーっとしたりとか、もの10分15分ぐらいですけど、10分ぐらいですかね、10分が15分ぐらい、はい、まあ、時間許す限りちょっとこうしてたりします。でそういうことをねするとね、すごく精神的に、例えばまあ葉っぱでも、自然の中で葉っぱをちょっと触ってみるとか、木に触れてみるとかいいと思うんですけど、そういうのをねやってみると結構違います。瞑想とその自然に触れるっていうんですかね、そういうのをねちょっとやってみてください。でまあ全てが全てってわけじゃないんですけど、あんまりにもねまあ、これはどうなんですかね、仕事でもうどうしようもない、もう精神状態がもうあれで、もうなんかこう職もうね、人間を変えてみるっていうのもね、最終的にはね一番いいと思いますね、はい、自分の周りの環境を変えるっていうのは、まあすぐ辞めろとか仕事を辞めろっていうわけじゃないんですけど、なるべくだったらちょっとこう環境をね、自分の仕事を、まあ仕事職場を変えるとか、周りのエネルギーというか、その人間との関わり合いを変えるっていうのも少しね考え、最終的にはこうちょっとね変えてみたらいいんじゃないかなと思います。はい、今日もねちょっとこう参考になれば、ちょっと最後の、ね、方はねちょっとこう勇気がいりますし、また例えばこうお金の問題とかもねあるんで、ちょっと一概にね全部言えないんですけれど、でも最終的にはね、なんかこう人を変えるっていうのがね一番まあベストというか、一番ねエネルギーを取られにくい状況を作り出すことがこうできますんで、よかったらねちょっと参考にしてみてください。ありがとうございます。